妄想じゃないそうです。今回は第1回どのミオナが一番好き選手権、はい、ということでやっていきたいんですけども、やっぱミオナってこうメイクがね、ミオナ自身好きって言ってるのもあるし、こういろんなミオナがいるじゃないですか。最近だとなんか韓国に寄ってるのかなみたいな、ちょっとあんまメイクのことわかんないんであれですけど、韓国風メイク的な結構濃いめなメイクやってる印象があるんですけど、あんま僕は好きじゃないんですけど、あと髪型もね、ロングだったり、ショートだったり、ポイニーテールだったり、ツインテールだったりね、いろんな髪型もあって、なんで僕が今回は独断と偏見で適当に、まあ、適当ではないけど5枚の、違うミオナの写真を持ってきたんで、まあ、それを見ながらぜひね皆さんコメントでどれが一番好きかとかコメントしてもらえたら嬉しいです。ということで早速やっていきたいと思います。はい、まず一つ目の写真がこれなんですけども、ロングですね。ロングミオナ来ました。いや、まず可愛いということで、まあ、多分これあとミルクティーかな、色的にミルクティーのペットボトルの上にグンやってるミオナということで、いや、いいわ、可愛い。で、多分この写真ね結構加工してるかなって思います。で、次がこれポニテミオナやってまいりました。これ多分大体全部店の時の写真で、ちょっと横見てるんですけど、僕のこと見てるのかなみたいな。いや、これも可愛いのよ。で、これは多分加工はないかな。で、次はこれなんですけども、可愛い。これやばくないっすか？めちゃくちゃ可愛いんですけど、黒髪ショーとかこんなに合う人います？いない。いません、そんな人は、ミオナぐらいしか。で、あと耳にね、注目してもらいたいんですけども、エアーポッツィつけてます、この人。エアーポッツィつけてます。僕、エアーポッツィをつけてる女の人が一番好きだから。いや、最高これ。で、次はこれなんですけども、いや、麦わら帽子ミオナ来ました。かわいい。かわいいね。僕結局ね、やっぱミオナはショートが好きなんですよ。で、あとこれほっぺをね、片方ってやってますから、いや、こんなことやられたら普通に好きになるでしょ。いや、もうこれも最高です。で、ラストなんですけど、ラストがこれって感じで、まあ、まずやっぱこの写真に関しては、一つ言わなきゃいけないことがあると思うんですよ。エロい！エロい、これは。この写真見た時に大体の男の人がね、この胸元に目行きますから、絶対。それしょうがないとして、確かこれは自己中のジャケ写の衣装なんですよね。今回外羽ということで、外羽ショートも最高よという感じで、結局全部可愛い。はい、ということで今回僕が選んだのはこの5枚なんですけど、皆さんどれが一番好きですか？ちなみに僕は3枚目のエアポッツィつけてるやつがめちゃめちゃ好きです。もうこれ一番最強なんですよ。最初見た時、うわー思って。結構前の写真だと思うんだけど、もう、うわ、来て、もう最高だな、これと思って。めちゃめちゃ僕のね、スマホ写真あるんですけど、その中の数少ないお気に入りに入ってるからね、この写真。このミオナはね、最強に可愛い。皆さんもぜひコメントとかでどれが一番好きか教えてください。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価ついたらフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。